こんにちは、アブラミチョなんです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、バイクのカタログ紹介のお時間です。ね、20年、30年、40年、まあ、40年前はないんですけど、30年ぐらい前からのね、バイクのね、昔のカタログをお見せするコーナーです。今日ね、ご紹介するのは私も乗っていたバイクです。それは原付、初めてね、乗ることとなった原付ですね。それがこれです。ドーン！ DJ1R です。これね、私が初めて、購入というか、まあ、愛車となったバイクです。で、これ実はね、2代目です。もともとがね、 DJ1 っていう、スクーターがありまして、それが進化して DJ1R になったんですが、それの2代目モデルですね。初代モデルのね、カタログがね、ないんですよ、手元に。持ってるかと思ったんですけどね、もうカタログとしては2代目から持ってるという、ひょっとしたら実家にあるかもしれないな、探してみる必要がありますね。まあ今日はこのね、DJ1R となった2代目のカタログ、そして今日はもう1個いきますよ。さらにその後継車種と出ました、これ、ダーン！ DJ1RR! これなんて読むんだろう、DJ1RR っていうんですかね。多分 DJ1RR だと思うんですけども、この紹介もさせていただきます。はい、じゃあね、 DJ1R のね、カタログを見ていきたいと思います。ね、なんか表紙がね、表紙にまあいろいろと説明がこういうふうに書かれていますが、実は私読んだことがございません。数値的なことは書かれてませんね。なんか文字で書かれております。まずね、 DJ1R 懐かしいですね。私が初めて乗ることとなる原付なんですが、これ2代目なんですが、どう変わったかね、その辺を中心的に見ていきたいと思います。これまず言えることはね、かっこいいですね、カラーリングがね、白と赤のツートン、これは初代にはなかった色ですね。もうかっこいいなと思います。じゃあ中見ていきましょう。ドドーン、あらかっこいいですね。まあ全体的にはこんな感じなんですが、もうこのワンカットかっこいいですね。なんか外人さん似合ってますね。なんか黒く塗るには意味があったんでしょうか。初代の DJ、がね、黒人の DJ さんを起用した CM だったので、その辺を引っ張ってるのかもしれませんね。はい、このツートンは本当に秀逸だなと思いますね。これがカタログというかイメージモデルなんですけど、白と赤、このツートンの塗り分けかっこいいなと思います。まあホイールやサスペンションはもちろん、これね、エンジンのこれケースっていうんですかね、もうここまで赤く塗られてね、これは締まってますね。こう赤のゾーンと白のゾーンがね、うまいこと入り組んでると思います。で、僕 DJ 好きな理由はね、やっぱ横から見た時のね、この、スタイリングがね、もうすごくいいと思います。もう一言でかっこいいなと思えるスクーターでした。はい、じゃあ内容見ていきましょう。なぜかいる女子高生、何これ、読んでなかったですね。私素敵な兄貴って欲しいんだ、彼じゃちょっと物足りなくって、もっとスポーツ上手でガッツのある今度の R みたいな兄貴いないかな。はあ、なるほど、こんなことが書いてたんですね。はい、ぶっちぎりガッツマシーンっていうね、英語がいっぱい書いてますが、読んだことはございません。まあお読みになりたい方は一時停止ボタンを押してお願いします。こんな感じでしたね。はい、でね、売りにされてる、変更具合が、まずエンジンですね、新エンジン搭載ということで、これ6馬力ありました。私が乗っていた初代は多分ね、5.5 馬力だったと思うんですよ。それで悔しい思いをしていたというかね、まあ、当時一番のライバルはスズキのハイアールとかね、あの辺だったと思うんですけども、あの辺が確かね 6.8 馬力ぐらいのエンジン積んでたと思うんですよ。でやっぱり 5.5 馬力と 6.8 馬力じゃちょっと分が悪くてね、あんまり勝てなかったなというか、加速で、どうしてもね追いつけなかったなっていう苦い思いしてましたんで、このモデルチェンジでのその排気量じゃない、馬力アップはね、なんか嬉しいとともに、自分のモデルじゃないんで悔しいなという複雑な思いをしていた記憶があります。はい、
これいいですね。ワイドレシオ V マチック、変速比 25% を低速側に広げて、加速度を増したと。いいですね。馬力は上がるわ、変速を変えたで、多分初代よりもね、かなり、ゼロ発進速くなったんじゃないかなと思います。私は乗ったことがないんで具体的には分かりませんが、 25% 低速に振るって言ったらかなりのもんですからね。まあどうせ最高速はリミッター、プーリーで調整されて60キロちょっとしか出ない、買ったでしょうから、それはもうあの有効な、チューンアップというかね、改造だと思います。こちらのページはこんな感じですね。いいですね。イエローバルブヘッドライト、かっこいいじゃないですか。初代はこんなんなかったですからね。ガッツマシーンってね、こんな感じです。初代と同じくね、チャンバー風のマフラーですね。はい。スピードメーターはね、多分初代とあんまり基本的なデザインは変わってませんね。見やすいこんな形だったと思います。はい、こんな感じでしたね。懐かしいですね。で、私に乗ってたモデルにはね、この、ボードはついてませんでしたね。まあ、あってもなくても変わらないんですけど、デザイン上はすごくね、かっこいいアクセントになると思います。はい。ヒップアップスポーツシートって言われてたのか。ちょっとね、カクッと跳ね上がったような感じがね、これは初代との差ですね。これもかっこいいなと思います、ね、こんな感じで、まあとにかくデザインが良かった、デザインが秀逸だなと思いますね。しかしこのカットかっこいいですね。外人さんのこのカット、これはなかなかやるな本田さんって感じですね。はい、裏面もう終わりますけど、こんな感じでした。なんか2代目モデルからね、この僕知らない漫画なんですけど、 F のね、なんていうんですか、なんとか群馬、がキャラクターに使われていました。まあこれはヨリンのね、F1 の漫画なんですけどね、なんでバイクに起用したのかなって未だに謎ですけどね。はい、カラーリングはこの3色。まあ悪いっていうわけじゃないんですけど、こちらの2つに比べるともうこれが秀逸ですね。かっこいい。赤が嫌だっていう人はね、このブルーのね、フロリダブルーとロスホワイトのツートンがよろしいんじゃないかと思います。これは個人的にはちょっとくどいですね。はい、多分ですけど一番売れたのはこれじゃないかなと思います。一番見かけたのもこれですからね。はい、じゃあスペック見ていきましょう。はい、こんな感じですね。あー、やっぱ原付ですね。車両重量が、59キロね、自分の体重よりもずっと軽かったっていうね。はい、馬力は6馬力、トルクは 0.69 キロ、燃費はね 71.1 キロ、僕の乗ってたモデル、どれぐらいだったか忘れましたけれども、そんなに変わらないと思います。ちょっと落ちたかなという気はしますが、まあまあ、30キロぐらいはね、走ったと思います。35キロぐらい走るかもしれませんね。はい、燃料タンクはね、私の乗ってた初代と同じ3リッター。正直ちょっと物足りなさを感じますね。お値段いきましょう。ドーン、129,000円。多分ですけどね、私乗ってた初代と値段変わってないような気がします。変わってたらごめんなさい。でも大体これぐらいでした。よくできたスクーターだと思います。はい、これはね、そのカタログに挟まれていたオプションの、1枚カタログです。はい、こんな感じでオプションのね、別のカタログ挟まれるようになりだしたのこの頃でしたかね。はい、純正のオプションつけていくとこんな感じになりますね。私ちなみにね、このメッシュバスケット、インナーラックっていうんですかね、インナーバスケットっていうんですかね、これつけてました。非常に便利でした。大きいもの入らないんですけどね、運転中とっさにポンポン掘り込めるのは便利でしたし、まあ当時ね、メットインスクーターまだない時代でしたから、どこにもね、荷物乗せるとこはないんですよ。そういった意味では重宝してましたね。今見ればね、この、フロントキャリア、これいいっすね。実用性もバリバリあるし、かっこいいと思いますよ。ここに大きなバスケット積もうと思えば積めますしね。
まあスポーツスクーターだからね、なかなかそんな人もいないんじゃないかと思うんですけど、あれとないとでは大違い、ね、でそのキャリアにこういうものをつけれたというね、まあつけてる人ちなみに見たことないですけどね。はい、このキャリア当時は安かったんですね。3000円ですって。こんだけ大きかったらしっかり、何でも固定できそうですしね。これはアクセントにもなるし、僕はいいなと思いました。はい、なぜかヘルメットまで売られていましたね。裏側見てみましょう。ドーン、うわいっぱい乗ってるな。こんな感じです、全体的にはね。はい、まあインナーラックも出てますね。あ、こんなのもありましたね。ボックスあったんですね、後付けのね。はい、リアバスケットということは、リアキャリアも、リアキャリアついてないですよね、このバイク。あれにつくのかな。いや、つかないですね。装着の際はラゲージキャリアが必要ですということで。ラゲージキャリア、そんなのあるのかな。ここには載ってないですね。なるほど。まあ大体こんな感じですね。はい、よいしょ。ということで DJ1R の、オプションカタログでした。はい、じゃあ進化しました DJ1RR ご紹介したいと思います。